ムナック5ラジオの穴火曜日大輔まな板ショータイム。時刻は2時になりました。板前パーソナリティ大輔がお送りしております。ラジオの穴大輔まな板ショータイム。今夜のお客様は番組初登場です。5人組青春派ヒップホップアイドルユニットリリカルスクールのミナンさんです。はい、リリカルスクールのミナンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ヘイラシ、深夜のご来店誠にありがとうございます。はい、ありがとうございます。大輔さんは本当に板前なんですか先ほどねずーっと言われてるんですけど、そうなんですよ、板前さんなんですね。もうあのラジオ番組やらさせていただいて3年ぐらい経つんですけど、はいはい、まあそれだけではね、生活っていうのがね、まあまあまあ、はい、ご都合に任せますけど、はい、その合間を縫ってですね、はい、板前をしてます。すごいですね。あ、この仕事しかねえだろうってもう皆さんから言われてますけどねそうでございます本当にね。だから何でも料理の方は、はい、できるつもり。本当ですか。はい、すごい。一番最初、はい、洋食系から始めたんで、はいはい、で、うん、最終的に、はい、洋食も和食も、はい、全唯一中華はやってないんです。あ、そうなんですね、はい、でもすごい。いやいやいや、もうそっちをね見せられないじゃないですか。しっかりこっちの方トークの方をねしないといけないんで、はい、よろしくお願いします。皆さん笑ってますけどね早く進められよと。申し訳ございません、僕の話はいいんですよ。なんか大人ですね。いや大人です、大人です。落ち着いてますね。なんか本当に大人です。もう入ってきた瞬間に、あ、大人の女性が登場されましたと思ってなんか緊張もしてないし、どっしり構えてる感じで褒めてくれてますか。褒めてます褒めてます褒めてます。けなしてないですよね今ちょっと若干よく見えた。いやすごい落ち着いてる方だなと思って、何を話してくれるのかなと、すごいちょっと楽しみです。はい、いろいろちょっとね聞かさせてください。お願いします。よろしくお願いします。では板前大輔からリリカルスクールを簡単に紹介させていただきます。はい、リリカルスクールは唯一無二の青春派ヒップホップアイドルユニット。メンバーはミナンさんをはじめ、ひなこさん、そして姫さん、ゆうさん、そしてリサノさんの5人ですね。はい、リサノさんの5人。ミナンさんが加入されたのは2013年。様々なライブを中心に活動を展開され、去年の12月19日火曜日に新体制となって第2弾の両円面シングル連れてってよコールミンタイトをリリースされました。はい、新体制となってっていうのはすごい、これがミソですね。そうですね、はい、ちなみにちょっとこれじゃあもう本当グループの皆さんしか分かんないですけど、ミナンさんは、はい、あの子供の頃はどんな感じだったんですか。はい、子供の頃ですか。うん、唐突子供の頃、はい、だってなんでアイドルこうやってシンガーをやってるのかなって思って、うん、子供の頃は、うん、でもなんか大人っぽい女の子でした多分。変わらず大人で今の方が子供です。内科民も多分昔本当に自分でどんなところが子供だなって思います。今ですか。うん、どんなところだろう。いやでもその就職会企業に就職してる友達同級生とかと比べると、やっぱりまだまだ子供だな内面はって思っちゃいますね。完全大人の社会ですもんね。本当に揉まれてますからね。揉まれてますからね。もう見るたびでも私たちもね、うんうん、それ以上にその分ぐらいに揉まれてますけどね、はい、そうですね、厳しい世界じゃないですか。厳しい世界ですね。分野は違いますけど、はい、ほうほう、うん、そういった面で、はい、ちょっと私子供かなと、うん、なんか思っちゃいますねやっぱり。うん、みんなすごいしっかりしてるから。おうおうおう、本当にそうかそうか、うん、でも子供の頃からねちょっと大人っぽかったっていうのが想像できます。本当ですか。そしてないつ頃から、はい、なんかこの音楽、はい、やりたいと思った。音楽をやりたいと思ったことは、うん、まあ、実はちょっとあんまりなくて。ほう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 、はい、まあ、でもただ高校生の時とかは、うん、バンド活動とかをやったりしていたので、はい、うん、音楽は好きだったんだと思います。でも特にその将来やりたいとかは思っていなかったですね。楽器やってたんですか。やっぱドラムやってました。ドラム、はい全然イメージできないんですけど。本当ですか。ギターかベースかなと思ったんですよ。ああドラムはなかった。そしてあれですよね、はい、
さっき言いたかったんですけど、はい、スタイルがめちゃめちゃいいですよね。いや身長モデルさんみたいな。とんでもないです。え、逆になんかあのモデルの仕事もできるんじゃないですか、はい、やりたいです。あのマネージャーさんお願いします、はい、お願いします本当にお願いします。モデル業もできると思いますけどね。いや今年は2018年はね、はい、もう幅広く幅広く手広くお願いしますということでね。僕もですね、そのことを言う前に僕がね、花を咲かせろと。はい。そして、戻りますよ。はい。みなさんは、ヒップホップに、目覚めたのはいつぐらいなのかな。目覚めたのは、うん、ラップを聴くようになったのは、リリカルスクールに入ってからですね。はい、だから、5年前くらいになります。うんうん、ヒップホップは、まあ、どうだろう。今も目覚めてないかな。怖い発言ですよ、これ。ラップはでもすごい本当に聴くようになったんですけど、うん、ヒップホップは、まだ全然詳しくないですし、うん、そうですね。ラップ、ラップと言ったらもう、僕も、料理と同じくらい得意なの知ってました？知らないです。ラップ得意なんですか？そうなんですよ。本当ですか？意外とね。そうなんですか？はい。だから、ちょっと、はい、リリカルスクールのためっていうか、はい、皆さんのためっていうか、はい、僕のためでもありますけど、はい、まあ、披露したいんですけど、はい、いいですか？披露してくださるんですか？うん。あ、楓！ちょっと動画を撮ってアップして。いきますか？BGM の？ノーミュージック？ノーミュージックでいきますか？ワン、ツー、スリー。ヘイラッシャイ、ヘイラッシャイ、マグロ、トロ、アジ、イワシ、カンパチ、プリン、握りますか？今日のゲストはリリスクの皆さん。ヘイ、ワッツアップ。12月19日、連れてってよ、コールミー、タイプ、ビース、みんなチェック、ラー。最高。でも、新曲の情報を入れてくれた。そうでございますよ、ちょっと。で、魚の名前も入れつつ、僕だけをアピールしてもしょうがないなと思って、曲の方を入れたんですけど。入れてくれた、もう、うん。え、すごい。え、なんか、違うバージョンとかあったりするんですか？じゃあ、お題を作ってもらっていいですか？お題は、贅沢ですね、僕。申し訳ないです。お題、はい、お題どうしようかな。じゃあ、洋食で、さっきお寿司だったんで。洋食？洋食でお願いします。はい。ワン、ツー、スリー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日。すごいですね。はい。動画 OK です。もう、ちょっと勉強してきますね。いらっしゃいませしか言ってない。大丈夫ですか？いらっしゃいよね。ちょっとね、まで言ったんですけどね。はぁ、やっぱ頭を変えなきゃダメですよね。聞いてくれないですからね。まあ、ちなみに、はい、コツっていうものを聞いていいのか。コツ、ラップのコツですか？はい。韻を踏むじゃないですか。はい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 。そこを全然僕入れられてなかったんですけども、はい、まあそこはイメージして、はい、頭で浮かんできた言葉をどんどん入れていった方がいいんですか？どうだろう。でもリリカルスクールは実はフリースタイルをやるグループではないので、はいはい、うん、ちょっとそのフリースタイルのコツってなるとわかんないんですけど、うん、まあでもラップなのでね、その、でもやってそうじゃないですか。空き時間とかに。メンバーで。確かにメンバーで、うん、陰踏み大会みたいなのはたまにやります。ほうほうほう。今日ちょっと何個陰踏んでいこうぜみたいなのは、結構最近やってるんですよ。わー、かっこいいなー。その場にいたい。それを動画に上げてほしい。楽しいですよ。やりましょう、大好きです。だって気持ちよく陰踏めたら、めっちゃ気持ちいいですよね。めっちゃ気持ちいいです。すごい、言葉数の多い、5文字、6文字とかが踏めると、うん、うわー、踏めたーって、で、早口になっちゃうと僕噛むんで、はい、ゆっくりじゃないとダメなんですよ。ゆっくりでも噛んでますけどね。ゆっくりの方がでもラップって逆に難しかったりするんですよね。あらま。ちょっとね、次回まで勉強してきますね、ちょっと。宿題2！はぁ。笑わろ笑え、笑わろ笑えば、言わればいいわ、ワイ、アウト。びっくりした。ねえ、びっくりしました、ね。でも何が起きたんですか？僕も分かんなかったです、今。ちょっと僕は、どっか行っちゃった感じですね。戻ってきました、今。はい、着陸しました。やりなさい。はい。すみませんね、こうやっていきなり出てくるんですね。はい。ちなみにですよ、はい、戻っていいですか、はい、お話に、はい。本当にすみません。僕はね、暴走して、ラップなんて、ね、披露して。はい。皆さんのお話ですよ。皆さんが聞きたいのは、2013年に加入されたと思うんですけど、はいはい、リリカルスクールとの出会いっていうのが、ちょっと聞きたいんですけど。はい。リリスクとの出会い。うん、
加入したのが2013年なので、うん、リリースクを知ったのは多分その1年前くらいだったと思うんですけど、はい、なんか結構その周りの友達でもアイドルが好き、アイドルを聴くっていう友達が増えてきて、うんうんうん、で紹介教えてもらったのが始まりでした、はい、ね、うんうんうん、へー、でこういう音楽もあるんだなっていう、はい、ラップするアイドルがいるよって教えてもらって、うん、そうラップをするアイドルがいるとはって感じで、でもあれ、うんうん、やっぱいいっすよね、だって本当に唯一無二じゃないですか、あ、いやいやいや、ラップしてる女性ってそこまでいないじゃないですか、まあそうですね、あんまりもしかしたらいないかもしれない、ね、おーすごいですよね、そしてはい皆さん、はい、これ尊敬しております、はい、本当にすごいなと思うのが、子供たちに絵本を読み聞かせをするイベントで活躍されてるっていうことを聞いたんですけど、そうですね、うん、最近あんまりできてないんですけど、はい、でもたまにそのショッピングモールの本屋さんとかで絵本の読み聞かせイベントはさせてもらってます。どういったきっかけでこういうことができるようになったんですか。私がもともと子供が好きっていうのと本が好きっていうのをあのマネージャーさんとかに伝えていて、はい、そしたらこのお仕事、こんなお仕事があるよって紹介してもらった。やっぱあの、うんうんうん、読み聞かせだから子供に分かりやすく、はい、ゆっくりもうなんか伝えるように読むじゃないですか、はい、で、はい、反応はやっぱどうなんですか、子供たちの反応、はい、でもそれぞれかもしれないですけど、すごい喜んでくれますね、うんうん、で、うんうんうん、理解してくれたらもう笑顔になるじゃないですか、はい、その瞬間がやっぱたまらなくて続けられるっていう、またやりたいなっていう気持ちで、はいはい、結構難しくて読み聞かせはやっぱり、はいはいはい、かなり練習もしていくんですけど、うん、その静かに聞いてくれてたりとか、読み終わった後笑顔になってくれたりするとすごい本当に嬉しいですね。だって自分でね文字を読んでるだけでも自分が理解できてない時ありますからね。あら何言ってんだろうこれみたいな。それを聞かせるわけですからね。そうですね。え、ちなみになんか近々やる予定とかないですか。はい、まだないんですよね。でもやりたいなと、ね、はい、見に行きたいです。ぜひぜひ来ていただきたい。それに僕もやってみたいと思いました。おすごいなと。ぜひね、はい、イベントがあったら、はい、行かさせていただきます。ぜひぜひいらしてください。はい、そして先ほどもご紹介しましたが、リリカルスクールは去年12月19日に新体制となって2枚目となる両円面シングル連れてってよコールミータイトをリリースされました。はい、はい、ありがとうございます。はい、両円面シングルですよ、はい、改めて曲についてちょっと教えてほしいんですけど、はい、連れてってよという曲の方はですね、はい、まあ、この両曲とも夜空をコンセプトにした曲なんですけど、うんうん、その連れてってよっていう曲の方はなんかこう一人でお家にいてちょっと退屈な時間とかにする妄想の世界っていう感じなんですよね。でなんかみんなで遊んできて盛り上がった後にお家に帰って一人でちょっと寂しいなとか、うん、そういう気分の時の妄想がテーマというかを詩にしている曲なので、僕が得意なやつですね。そうなんですか、妄想得意なんです。妄想だらけです。そうなので、なんかなんだろう、うん、ちょっと落ち込んでる時とかにも聴いてもらえるような曲になってるんじゃないかなと思います。はい、で逆にそのコールミータイトの方は、はい、恋する女の子の気持ちを歌った曲で、うんうん、キラキラっとした可愛い感じの曲になってます。まさに、はい、ミナーさんのね、気持ち的な、キラ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 と可愛い感じの、なんか連れてってよ、はい、まあ、はい、私も、はい、まあ旅行に行きますとか、はい、そんな感じで、はい、この曲も連れてってよみたいな感じだなと思ったんですよ。ちょっと一緒に、あ、この曲も連れて行きたいなっていう風な曲だなって感じました、はいはい、聞いてくださったんですか。ありがとうございます。だから旅行の時はぜひ、はい、連れてってよ。あ、言ってるね。連れていくよっていう風になるなと思って、ね、もうぜひぜひお供にしてください。ちょっと聞いていただく前にちょっとラップで一番難しかったところとか聞きたいですけど、はい、あ、なるほど、リリカルスクールのラップって、はい、言葉を何て言ってるかをしっかり伝えられるようにしたくて、うんうん、なのでそのどうしてもラップってその一小節に入る言葉数が多くなると聞き取りにくくなったりもするので、はい、ね、そこをちゃんと聞き取ってもらえるように気をつけました。言葉一つ一つ、はい、
かしこまりました。はい、ではやっとですよ、お待たせしました、はい、一曲お送りします、はい、改めまして曲紹介をお願いします。はい、それでは聴いてください、ゆりかるスクールで連れてってよ。お送りしたのはリリカルスクール、12月19日にリリースされました連れてってよでした。改めまして今夜のお客様は青春派ヒップホップアイドルユニットリリカルスクールのミナさんです。さばいちゃぞすいやっせん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、はい、本当大人の女性だなっていう感じがしますね。落ち着いてるなっていう。ぜひね、ちょっとステージ上がってる皆さん見たいな、はいはい、あー見に来てください、うん、どういう感じなのかなっていう、こう絶対こうやって落ち着いてないじゃないですか。そうですよね、ステージライブだと、まあ、こんな感じではないかもしれない。動きも違うわけじゃないですか、はい、どんな動きをするのかっていう、はいはい、あのミュージックビデオでは見させていただきましたけど、ありがとうございます。ね、あれは映像じゃないですか、はい、生で見たい。見に来てください、ぜひ皆さんも、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、行きます、はい、そしてリリカルスクール、そして皆さんへの質問メッセージを送ってくれた方の中から抽選で2名様に皆さん直筆のサイン入りナックファイブステッカーをお送りします。皆さん住所お名前必ず書いて送ってください。最近ね、住所名前書いてない人が多いんでね、忘れずに書いてください。そうしないと届けられないので、はい、では恒例となりました、これから10のまな板クエスチョンとするんですよ。はい、まな板クエスチョン、はい、それをパッパッパッと答えて、はいはい、わかりました。あとね、ここに突っ込みます。はい、はい、では行きますよ、はい、リリカルスクールのミナンさんを10のまな板クエスチョンでさばいちゃうぞ。1問目、2018年の初夢は？見てません。2問目、好きな和食は？筑前煮。3問目、好きな男性のタイプは？ウォーキングデッドのグレン。4問目、男性のどこに惹かれる？生きる力が強そうな感じ。5問目、男に生まれたいなって思う？たまに思います。6問目、ヒップホップの最大の魅力は？何でもありなところ。7問目、目標のアーティストは？山口百恵さん。8問目、ズバリライバルは？いません。9問目、夢は？ファーストクラスに乗りたい。10問目、リクエストソングは？桃色クローバーさんでオレンジノート。はい、ごちそうさまでした。1問目の、はい、これ突っ込みたいですね、はい、2018年の初夢は見てないと、ごめんなさい、はい、いただきましたけど、きっと見てるんですよね。でも覚えてないって、ね、そうかもしれないです。はい、すいません、本当に。逆にそれも幸せですよ、ぐっすり寝たってことですよね。そうそうだと思います。いろいろ疲れてたんじゃないですか。いや、でもお休みがこの年末年始ほとんどなくて、あら、なので多分ぐっすり寝たんだと思います。でもぐっすり眠れるって最高ですよね、短時間でも。いや、そうですよね。私いいシーツを買ったんですよ。めちゃ高いベッドマットみたいなのを買ったんですよ。はいはいはい、だから多分それのおかげでちょっとよく眠れたんだと思う。ふわふわであったかいんですか。でもそうなんですよ、ふわふわってか、なんだろう、無圧みたいな、汗が少ないみたいな。へえ、じゃあ逆に吸収してくれるんだ。そうなんですよね、逆にふわふわじゃないんですよね。だから逆にね、驚いたのはそのあの、まあ、寝具用品ですか。それもそうなんですけど、はい、年始から休みがないと。ちょっとさ、休みを入れてほしいですよね。そんなめっちゃ忙しいアイドルってわけじゃないんですけど、ね、なんか羨ましい限りですよ。いやいやいや、そんな、そんなね、悪い言い方は全然してないんですよ。ね、忙しかったわけでもいいじゃないですか。はい、はい。ね、幸先、スタートが切れて、2020年。はい。でもしかしたら見てるかもしれないですからね、はい、うん、まあそうならないように ね来年こそは見ていただきたいなと。見たいですね、うん、そして2問目の質問、はい、好きな和食は？はい、うん、筑前煮。筑前煮です。ちなみに、はい、自ら料理はするんですか？まあまあします。するんですか？あ、はい。何を
作ったり、簡単なものです。得意料理とかないです。もうなんか冷蔵庫にあるやつで適当にって感じ。それが一番素敵ですよ。パパパパとね、思いついたものをね。そんな、そこまでできないです。なんか、まあ、適当にっていう。なぜこの筑前煮なんですか、はい、なんか煮物が好きで。そうなんですよ。筑前煮も特に好きで、なんかタケノコとか入ってて、はいはいはい、レンコンとか。レンコンとか。ちょっと良くないですか、この食感と和の味と。僕ね、あの味が染みた椎茸が、ね、あー美味しいですよね。ジュワーっていう、はいはい、もう椎茸最高ですね。いいですね。あと人参とかもいいですよね。人参もいいですね。ぜひね、ちょっとね、お袋の味、まあお母様からね、はい、筑前煮を習ってね、はい、自分でも作れるように。筑前煮なかなか上手に作れないんですよね。でもあれですよね、いろいろ、まあ、家庭によって違いますからね、はいはい。そうですよね。ちょっとね、作れるようになったら、最大の武器じゃないですか。はい、家庭的な女ですよ。おぉ、ね、じゃあちょっと頑張りますね。はい、そして、はい、3問目の、好きな男性のタイプはと。はい。うん。ウォーキングデッドのグレンです。スティーブン・イワンさん。あ、それ。ちょっとね、これね、調べとかなきゃいけないなと思って、はい、全然無知なんですよ、僕。はい。どんな方なんですか？ウォーキングデッドのグレンはもう本当に話し出したら止まらなくなっちゃうんで、あんまり話さない方がいいかもしれない。じゃあ30秒でまとめてください。グレンのことを話していいんですよね、うん、なんだろうな、とにかく愛した女性を守り抜く強い意志のあるめちゃくちゃかっこいい男です、うんうん、顔がデレデレですよ今。目がキラキラで今日一輝いてるかもしれない。素敵なね、男性のグレンさんを思い浮かべて今話してんだろうなっていうね、はいはい、僕は妨害してるんだろうなってね。まさに思った瞬間ですよ。そうですか、こんな素敵な男性がで、はい、好きになる男性とかいるかもしれませんが、はい、どんなところに惹かれるのかっていう、はいはい、これ私生きる力が強そうな感じって答えたんですけど、これはもうまんまグレンを想像して書きました。はい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 。でも男らしいですよね。そうですよね。こういうやっぱ気持ちっていうか、はい、なんか見えない力がありそうな男性ってあるじゃないですか、はいはい、オーラが、うん、ありますよね、うん、なんかこう意志の強そうな、この人きっとやべえんだろうなっていう、うんうん、はい、普段はなんかヘラヘラしてるけど、はい、ちょっと見えない力、はい、見せない力が絶対秘めてんだろうなっていう、いいですね、感じますもんね、うん、第一印象で、はい、あーすげえなっていう、ありますよね、はあ、生きる力が強そうな感じ、うん、持ちたいですね。そして5問目、はい、気になりました、はい、男に生まれたいなって思う、うん、たまに思いますね、これ。どんな時に思います？なんか洗面とかが楽そうだなって思う。はい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 、人によって違うかもしれないんですけど、うん、なんだろう、お化粧とかしなくていいのかなって、うん、そうですね、女性はね、そうですね、なんか化粧、お化粧のためにね、早く起きたりして、髪の毛のセットとか、でも男性もそういうのありますもんね、髪セットしたりとか。化粧ないから大体はパパパパパだと、いけますか、うん、いけると思いますけどね。そうですね。なんか旅行とかなっても、あんまり荷物が多くなくて済みそう、男性は。なんとなく。逆に、まあ、暖かい海外の方に行った場合とかは、楽ですよね、はい。そうですよね。裸とかでいいですもんね、上半身だったら。うん、まして、向こうで買えばいいじゃないですか。そうですよね。T シャツと、なんか短パンですか、うん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 、ハーフパンツですか、うん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 、それでいいやと思ってね。何も持たなくてもいいんじゃないのみたいな。か、楽っていうことを考えたら、うん、そうですね。そういう時は男性になりたいなと。うん、思うこともありますね。なるほどね。はい。そして、はい。これ、難しい質問かもしんないですけど、はい、ヒップホップの最大の武器、はい、魅力、はい。うん。何でもありなところって言いました。なんか、ヒップホップのイメージとかって、割と、不良っぽい人がやってたりとか、そういうイメージがあったりしませんか？ちょっと怖そうな感じの人ね。そういう方もいると思うんですけど、うん、例えば私たちみたいなアイドルも、ヒップホップアイドルで名乗れたりとか、うん、あと文化系のラップとかもやってる方もいらっしゃいますし、うん、そしていろんな表現方法で、同じフィールドで
戦えたり、はい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 、遊べたりできるところが最大の魅力かなと。もうストリートでもやってますからね、うん、はい、街中でもね、はい、まあこれ僕一言でヒップホップとは魂のぶつかり合いかなと思う。おー、かっこいい。それが怖いなと思う。魂のぶつかり合い、全然歌えてなかったんですけどね、はい、披露できてなかったんですけどね。お寿司言ってましたもんね。そして7問目の目標のアーティストさんは、はい、うん、山口百恵さんです。ちょっとね世代じゃないじゃない。あ、そうですね、確かに世代ではないんですけれども、もうでも伝説の方ですよね、山口百恵さん。本当伝説ですよ、はい、もうあの笑顔を見せずとも、うん、全員を虜にする感じが、うん、もうものすごくかっこよくて、はい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 、このステージパフォーマンスが、うん、うん、虜になってしまったので、やっぱまあ映像とか見る、はい、そこまでチャンスがないかもしれないですけど、はい、まあ YouTube とかで上がってるかもしれないですけど、ね、やっぱそれでちょっと見たり、はい、ライブ映像も DVD とかで見たり、はいはいはい、はい、ちなみにどの曲が大好きとかあるの、はい、あ、もうこれはね選べない、難しいですよね。でも強いて言うなら、はい、ひと夏の経験ですかね。またまたすごい笑顔ですよ。でも、うん、難しいですね。それをちょっと歌っていただきたいですよね、そのうちね。うん、今とは言わないですよ。びっくりした。どんなに送られるか。そんなめちゃぶりはできないですけど、ぜひね、歌える日が来るように。そうですね。ちょっと山口百恵さんっていうのはびっくりですね。本当ですか。母の影響、父の影響っていうのもやっぱありますか？ あります。私の母も大好きで、うんうん、山口百恵さんが。うん、今でもあのテレビとかでたまに放送するじゃないですか、はいはいはい、ヒストリーみたいな感じ、はい、もうそれいつも釘付けです。普段全然テレビ見ないんですけど、はいはい、その山口百恵さんの時だけ、特集の時だけはめちゃくちゃ釘付けになってます。そして誰もが気になる現在はってね。うーん、そうですね、それが素敵なんですよ。本当そうです。本当にあれが美学なのかなっていう。いまさにそうですよね。ね、うん、すごいと思う。ちょっと意外な答えでした。そして、はいはい、8問目の、はい、いませんライバルは、はい、あの、なんだろう、うん、私がやってるそのヒップホップアイドルっていうジャンルも、はい、うん、なかなか同い年でやってる女の子もいないですし、うん、同い年のアイドルって考えると、うん、いないかな、ライバルって思うといないかなってちょっと、ほうほうほう、はい、まあ、逆にそれがいいかもしれないですね。心にちょっと余裕を持てるし、はい、ね、自分がね上になればいいわけだしっていうね。うん、ほう、そして10問目のリクエストソングが来ましたが、はい、桃井のクローバーの、はい、オレンジノート、はい、なぜこの曲なんですか。桃黒さんがいなかったら私は多分今ここにいないので、この曲をモンクロさんに憧れて、うん、憧れっていうか、そうですね、モンクロさんきっかけでアイドルを聴くようになって、おうおう、そのことも知って、おう、はい、という感じなので、じゃあこの曲を聴いてしまうといろんなことを思い出すという、はい、では思い出していただけますか。改めまして曲紹介の方いいですか。あ、私がしたんですか。はい、桃色、はい、クローバーさんでオレンジノート。皆さん、はい、いかがですか。曲紹介までしちゃいましたからね。本当にいい曲、もう泣いちゃいそうになりました今聴きながら。ちょっと一人で感じてるんだろうなと思って涙は流さないで、はい、もう流さないでおきます。皆さんからのリクエストソング、桃色クローバーでオレンジノートでした。宿題12、12っていう途中に土地の名だ、土地の名だ、土地の名だ、なんだ、アウト、パーフェクト。FM ナック5ラジオの穴、大輔まな板ショータイム。へいらっしゃい、脱いじゃうぞ、大輔さん触れちゃうぞ。時刻は2時36分です。板前パーソナリティ大輔がお送りしております、ラジオの穴、大輔まな板ショータイム。今夜のお客様は12月19日に両 A 面シングル連れてってよコールミータイトをリリースされたリリカルスクールのミナンさんです。引き続きよろしくお願いします。では、はい、ちょっと後半なんですけど、後半がこの時間帯ですね、皆さんからメッセージ、はい、質問たくさん寄せられてまして、はい、セルフでさばいてもらうんですよ。おー、セルフでさばいちゃって、はい、
ではやらせていただきます。ラジオネームかずきさん、はい。インフルエンザや風邪が流行っていますが、みなんちゃんの、あるいはみなん家の体力回復料理は何ですか。はい、ということで、生姜。あー、わかる。料理じゃないな。そうですよね。何でも生姜に生姜を入れちゃえばもう。そうですね。もうどんな料理にでも生姜を入れます。とにかく大量に。わかるわ。豚汁絶対入れますからね。入れます。肉じゃがにも入れるし、なんなら筑前煮にももしかして入れちゃうかもしれない。逆に？逆に。それすごいかもしれない。パウダーの生姜もかけます。出来上がった後も。へえ、いいこと聞いた。はい。生姜はいいですからね。生姜はもういいですね。で、体温めんですよね。すごいね。ポカポカになるし。はい。なるほど。ということで解決です。はい。ありがとうございます。はい。では次の方。はい。ラジオネームちゃんまりちゃん、はい。みなんちゃんこんばんは。私は最近仕事の内容が変わり、バタバタした日々の中で癒しは湯船にゆっくり浸かることです。みなんちゃんの最近の癒しは何ですか。お風呂に入りながら音楽を聴いていますが、リリスクの新曲ももちろん聴いてます。新曲の連れてって男を緩みたいとは本当にツボってます。寒い日が続きますが、みなんちゃんも体調には気をつけてください、ということで、はい。私の最近の癒しはですね、お香を炊くことです。お家でお香を炊いて、なんか本とか読んだりしてますね。完全アロマですね。いい空間を作って、はい、完全もうリラックスモード。はい、リラックスモード。なんかこの前お仕事で大阪遠征に行ったんですけど、はい、その次の日がたまたまお休みだったので京都に行って、うん、でそこでお香を買ってきて、それを最近炊いてます。はい、そんな感じです。ではどうぞ次の方。ラジオネームアルファルドさん、はい。みなんさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。先日大学入試センター試験が行われました。そこで質問ですが、お二人の学生時代の得意な科目、苦手な科目は何ですか、ということだそうです。はい、私の学生時代の得意な科目は、はい、国語、苦手な科目は数学です。ほう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 、はい。文系だったんですね。文系でした。なるほどなるほど。僕得意な科目なんかないと思います。まあ運動系じゃないですか。あ、そうなんですか、はい。お勉強はあんまり。お勉強は、うん、やってなかったですね。やってなかったですか、うん、はい。高校もね、ずーっとスポーツばっかだったんで。へぇー、うん。でも、お料理ができていいな。かっこよく聞こえる。あ、かっこよく言ったつもりはないんですよ。かっこよく。そんなことないんですよ、はい。ちなみに運動は何を？サッカーです、サッカー。おー、はい、かっこいい。でもこんな風になっちゃいましたね。はい、どうぞ。はい。ラジオネーム、まんまるチョコビさん。はい。みなんさん、こんばんは。ズバリ、ラジオパーソナリティやってみたい、やってみたくない、やってみたい。はい。やってみたいです。ラジオパーソナリティ。大好き、帰っていいよって、なんですか、どっから聞こえるんですか、これ。天の声が。本当にすごいな、反応がみんな。はい。では次の方。ラジオネーム、スバルさん。みなさんはフィンガードラムが得意とのことですが、それを始めたきっかけは何だったのでしょうか。ほう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 。また、今年始めてみたい楽器はありますか、のことです。フィンガードラムを始めたきっかけは、ネット番組ですね。お仕事でネット番組をやらせてもらった時に始めました。今年始めてみたい楽器、ギター。やりたい、満々じゃないですか。なりたいけど、私指が短いので弾けません。すごい綺麗な指してますけど。全然です、全然です。それでも短いんですか？短いです、本当に。よく見たら。そうなんだ。はい。どうぞどうぞ。僕はびっくりしてるだけで。いいですか。ラジオネーム、みなんちゃんが大好きなら、さつまいもにでもなりたいさん。大輔さん、みなんちゃん、こんばんは。こんばんは。インフルエンザにも風邪にもかかりたくなくて、毎日うがい手洗いを何回もして、職場でも霧吹きで水を巻きまくって、流行の波に乗らないようにしている毎日です。早速ですが、みなちゃんに質問です。リリスクのポールミタイトという曲が最近大好きなのですが、電話で話してみたい人はいますか？どんな話をしたいですか？こっそり教えてください。イエス、ちなみに私はみなんちゃんとお話ししたいです、ということです。じゃあかけますかってね。そんな勢いはねできないんですけどね。でも電話番号載ってますね。私が電話で話してみたい方は、はい、いやもうこれはもう山口百恵さん。先ほどもまさに話す、はい、ね、かけたいですよね。誰もがかけたいと思ってますよ、きっと。誰もがかけたいと思ってますよね、本当に。あのお声を耳元で、うん、今日一日の行動を教えてもらっていいですか、みたいなね。そんな、それだけ教えてもらえば。聞けないもん。いやいや、でも本当に、どんなお話をしたいですか。なんだろう、好きな食べ物とかでもいいですよね、もう。なんでも、なんでもいい。
いいですよ ね、 お話できるだけでもお腹いっぱい、はい、あゆみおとかでいいですね、なんなら発声練習じゃないんだからそんな感じです。はい、はい、では、どうぞ。大丈夫ですか、はい、次、マネリン、ラジオネームマネリンリンさん、はい、リリスクミナンさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。今年も半月が過ぎましたが、今年新たに始めたこと、または始めたいことがあれば教えてください。うん、何かあるかな、始めたいこと、始めたこと。あ、今年はでも英語を話せるようになりたいです。うん、歌にも出てきますからね。そうですね、メンバー一人英語が話せる子がいて、最近教わってます。へえ。じゃあもう完全にメンバーのもう先生たるもの人がいて、はい、教えてもらえばいいじゃないですか、はい、なかなかでも難しいですね、うん、英語は話せるようになるのは。だからもう英語だけの一日を作るとか、はい、あ、そうですよね、そういうのがいいみたいですもんね、うん、そう、でも日本語絶対いいですよ、日本語聞いちゃいますよね、なんかだからダメなんだ私は。これは無理だこれは無理だ、あ、ダメだ。大輔さんありますか、始めたいこ と、 始めたいこと。僕楽器を始めたいんですけど、まああえて今は言わないです、あ、後ほどね。なるほど、わかりました。本当に始めたらまあ載せようかなと。おー、うん、それまでいいですね、はい、はい、まだ、そして大丈夫ですか、大丈夫なんですか。ラジオネーム夏オッケーさん、はい、大輔さん、ゲストのみなんさん、こんばんは。こんばんは。みなんさんといえば清志龍神25の元第三夫人、今のアミさんと仲がいいですが、アミさんのように一人で居酒屋を放浪することはありますか、またお酒は強い方ですか、ぜひ聞きたいです、ということなんですけれども、うん、一人で居酒屋を放浪することあんまりないですね。お家で飲んじゃうかな、そうなると。ちょっとね、一人で放浪してていただきたいなそうですね、意外な一面を見てみたいですね、うん、またお酒は強い方ですか、そうですね、弱くはないと思います、うん、はい、はあ、ちなみに何飲まれるんですか。でもなんだろうな、お家にいるときは、うん、何飲んでるかな、うん、梅酒とかですかね、でも日本酒とかも飲みますね。イメージ通り。本当ですか。日本酒はちょっとね、予想外でしたけどね日本酒ですか。飲みますね。いいですね、お母さんと一緒に飲みます、ね、ほう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 、うん、素敵だわはい、はい、どうぞ。あとはラジオネームおまぬけ番長さん、はい、みなさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。新体制後初めてリリスクを拝見しファンになりました。新メンバー3人のそれぞれの個性がバンバン出ててライブが本当に楽しいのですが、もしミナンさんが男だったら新メンバー3人のうち誰を彼女にしたいですか、理由を添えて教えてくださいということなんですけど、うーん、難しいね、難しいな、うん、うーん、男だったら、うん、新メンバー3人のうちうーん迷うな、誰だ誰だ誰だ、姫なんだけど、姫新メンバーじゃないからな新メンバー3人のうちでもね、みんなそれぞれ彼女にしたいところはありますね。難しい。もうひな子かな。ほう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 。ひな子は本当に人に愛され力が半端ないメンバーで、うんうんうん、絶対みんな彼女のこと好きになっちゃうでしょうっていう魅力あふれる女の子なんですけど、そうやって言ってもらえんのってメンバーに嬉しいですねいやそう、ちなみに今メンバーは聞いてるんですかね。もう寝てると思います。そうですよね、こんな時間ですからね、はい、みんな、まあ、学校とかもねあったり、うん、だからきっと聞いてくれてたら嬉しいけれども、でも本当みんな、うん、みんな彼女に、うん、でも、うん、理想はうるさそうだしなわかりました。ゆうちゃん、選びきれません。ゆうちゃんも可愛いだろうなはい、そんな感じです。はい、ラスト、ラジオネーム、はい、ラジオネーム、おかしらさん、大輔さん、リリカルスクールのみなさん、こんばんは。こんばんは。連れてってよ、コールミータイトの両 A 面シングル発売おめでとうございます。連れてってよのミュージックビデオを拝見しましたが、この動画では割と自転車を使ってますよね。照明も凝っていて面白く仕上がっているなぁと感じました。質問ですが、みなさん、自転車ってよく乗りますか、また最長でどのくらい長い距離を乗ったことがありますか。はい、自転車よく乗ってましたけど、最近あんまり乗らないですね。はい、車に乗っちゃう。免許取ったので最近。最長でどのくらい長い距離、自転車でどのくらい、 10キロとかですかね。10キロ、50、1時間ぐらい、1時間くらいな感じ。はい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 、はい、うんうん、まあ想像できますよねそうですね、そんな感じでしょうか。ありがとうございます、はい、皆さんからのメッセージ、はい、ちょっと僕からちょっと最後に質問させてもらっていいですか。
まあ、異性の方と、はい、初めてのデートに、はい、そしたら、はい、どこに連れてってもらいたいですか？初めてのデート、はい、なんかその辺の居酒屋とかでいいですちょっといいですね、アットホームな感じ でも全然なんか気取ったとことかあんまり行きたくないです。ほう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 。じゃあお酒を交わしながらいろんな話をして、はいはい、ごちそうさまでしたと、はい、なんかいい、じゃあ次あるのかなって思ったら、あ、ないんだなみたいなねあ、連絡ないんだっていうね、やだ悲しい、そんな、あ、そういうデートがスタートで、うんうんうん、はい、なるほど、勉強になりました皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ではお知らせの方お願いできますか？はい、2017年の12月19日に両 A 面シングルの連れてってよ、コールミータイトをリリースしました。はい、そしてライブのお知らせなんですけれども、うん、20日土曜日、3日後ですね、もう日付が変わって。そうです、そっか、今週末ですね、うん、今週末土曜日、渋谷のクラブエイジアにて心からフェスに出演します、うん、そしてその次の週27日の土曜日はガレット宇田川にてミュージックアンノン2018というイベントに出演します、うん、そして2月14日には、はい、ライブアルバムのテイクミーアウトが発売決定しております。なるほど、はい、このチョコの代わりにね、はい、リリースしてくれるんですね、はい、チョコの代わりにプレゼントです。12月16日に恵比寿リキッドルームでワンマンライブを行ったんですけれども、はい、その一部を収録しているのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。贅沢な一枚です。はい、詳しくはちょうどね、はい、うん、1ヶ月後ですね。そうですね、もうすぐですね、はい、うん、詳しくはホームページ、ツイッターなどをチェックしてもらえたら嬉しいです。ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。では皆さん、はい、あのリスナーの皆さんへメッセージをお願いできます。はい、はい、皆さん夜遅くまで聞いてくださってありがとうございます。今お仕事中の人も多分いますよね。はい。今お仕事中の方もたくさんいらっしゃいます。はい。運転中の方もいらっしゃいます。そうですね。はい、運転中の方も、まあ、これから寝るよっていう方も、あの、この後も最後まで楽しんでもらえたらと思います。そしてリリスクのことよろしくお願いします。あのね、この笑顔がですね、皆さんに伝わらないっていうのがね、でもすごい笑顔でトークしてるんだなっていうのを伝わって、いただきたいですね。本当なんかありがとうございます。すいません。ぜひあのライブ会場ステージで、まあもうぜひ、はい、見に来ていただきたい。皆さんの笑顔、そして曲の方を、はい、聞きに来ていただきたいと思います。はい、来てほしいです。はい、それでは皆さん最後にもう一曲ね、はい、聞かせていただきたいんですけど、はい、曲紹介の方をお願いできますか？はい、それでは聞いてください。リリカルスクールでコールミータイト。大輔まな板ショータイム、今夜のお客様はヒップホップアイドルユニットリリカルスクールのミナンさんでした。ご来店ありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。